ゆで卵を作りました。殻の方に大量に白身が残ってしまいましたので、これを捨てるのももったいないので、イエアメガエルにあげてみようと思います。卵の殻から白身を取ります。大きいかもしれないのでちぎってあげます。野生下では小型の爬虫類や哺乳類を食べているようですので、ゆで卵も食べると思います。ゆで卵をあげるのは初めてですが、食べてくれるでしょうか。